すぐに出撃する。みんなに伝えよ。姉様、戦いに出るのね、父の愛を得るために。いいえ、王国と誇りのために行くのです。たとえ戦場に散ろうとも、この国のものなら仕方のない運命、それがあなたを支える言い訳。叶わぬ寵愛を得ようと父へ赴くため。言わせておけば。私は影帽子、私があなたの真実の心。生まれて一度も愛されたことのないかわいそうな私、父のために命を散らしたところで、今までと同じに顧みられはしない。グリゼルダと同じように死ぬるだけ。やめて。この身を捧げてお仕えすれば、お父様はきっと愛してくださるわ。ワグナ、私をどこに連れて行こうというのか。この真の像に刃を打ち込む得難い好機にお前はためらった。情けで命を長らえるのは屈辱だが、お前の心根には感じ入るものがある。竜を傷つけるその武器と、それらを生み出す輩は許すことはできん。だが一度だけお前の慈悲に応えよう。お前の問いに返答を与えよう。この呪いのことを教えてくれるのか。一夜にして滅んだ魔法王国の話を聞いたことがある。今は亡き王国バレンタインに伝わる呪詛がその姿の原因だ。姫の国の名だ。イングベイという男の言うことが本当なら、辻妻は国は失ったが、民は死んだわけではない。皆呪いを受け、プーカとなり果てたのだ。プーカたちは呪いを解くために結束して働いていると聞く。元の姿に戻る方法があるのか。一体どうすれば。そこまでは預かり知らぬ。眼下を見るがいい。荒野はかつてのバレンタイン国首都だった。だが今は妖精どもの領土、魔王と取り合いを続ける争い絶えぬ地だ。この下にプーカの住む場所がある。あとは当人らに尋ねてみるがいい。こちらです、ジョー。
しいわね。タイタニア王には来訪の旨、前触れを書き送ったのに、城ではなくこんな裏路地に案内されるなんて。三賢人の一人ウルズールはタイタニア王の側近だ。細工はたやすいよ。間違いなく騙されてる。反逆罪を許そうというのに、ベルトがなぜ私を騙すの？別に悔い改める気もなければ、許してもらいたいとも思ってないのさ。後悔したくなきゃ戻った方がよくないかな。話せばきっと分かってもらえます。今までお母様に忠実に仕えていた魔法使いですもの。やつが素直に応じますかな。ジーヤまで。あんたのおもりをしてくれる相手ばかりじゃないぜ。カエルのくせに分かったような口を。それならなんでお前はついてきたの？陛下。気になるからさ。陛下。ジーヤ。やはり我が運命に抗うは星の動きをとどめるに等しいか。未来を見知った者が虚無の道を歩めるはずもない。反撃の機会は幾度もあった。どういうつもりだ？懸念はいらぬ。その魔石の剣は比類なき武器。私にはもうなすすべがない。自分にその強さを証明できるだろう。この首を取って妖精の雇い主に報告するがいい。あの国の差し金だとよく分かったな。だが俺は雇われたのではない。父に頼まれたのだ。およそ父と呼べるものではあるまい。お前の真の父はエドガーという名だ。誰だそいつは？自分の赤ん坊を捨てた奴の中、俺の父親はメルヴィンだけだ。人間の俺を拾って育ててくれた。忘れるな。いずれ思い出せ。何でも知っているような口ぶりだな。だがおしゃべりもここまでだ。漆黒を脅かすかの主の影よ、鳥を探すのだ。それがお前の定めとなる。この魔剣があればメルヴィンの言う通り、竜すらも恐るるに足らない。
本当にご無事でよかった。先生の容体は悪いの？まだ意識が戻らずに伏せっております。時々上ごとで終焉のことを。先生間違いないな。オーダインは娘にその魔法をかけたのだな。そうよ、話して痛いわ。何をしているの？離れなさい、スカルディ。これは王女様、別に何でもございません。ミリスではありませんか？ああ、ベルベット様、暇を出されてあの王城より帰ってまいりました。あの魔法使いどうしたの？わからないわ。魔王の城から追い出されたと話すと、あの魔法使い目の色を変えて。追い出された？魔王の城で何があったのです？私がお世話していたグエンドリン様が罰を受けて国を追われてしまったのです。彼女はどこに？森の古城へ幽閉されることになりました。あの子が。許してミリス、これは私のせいよ。私を救ったがために彼女は身代わりとなってしまった。そんな、ベルベット様。いいえ、このまま手をこまねいてはいられません。ああ、ベルベット様。Imagine